河原家川は、香川県を流れる河川。香川県唯一の一級河川である。中流部では、原井川とも呼ばれる。かつて、川口付近の河原と三角州から採れた粘土から、弾きなどの土器を専門に製造する人々が住んでおり、河口には、河原家村という地名ができたことにちなんで名付けられたと言われている。流路延長は 33km で、 流域面積は140平方キロメートルである。さぬき山脈を構成する標高1059メートルの龍王山に源を発する。三角温泉の付近まで南西に流れ、そこからは北西方向へと流れ、万能町北東端部の原井川公園付近で、より北向きに流れの方向を変えてから、 丸亀平野を北流し、丸亀市土木町北と丸亀市富士見町の境界から、瀬戸内海へ注ぐ。江戸時代初期まで、河原家川の河口は、宇多利郡川津村と、あの郡福江村の間にあった。つまり、現在の境出市中心部あたりで、瀬戸内海に流れ込んでいた。しかし、東道高虎の家臣である、西島八兵衛が、高松藩の奉行に就任すると、 河原家側の改修工事を含めて、寒気国各地で治水事業を行い、現在の位置に加工が付け替えられた。また、1972年と1973年の夏に発生した干ばつに、瀬戸内海の上位も高かったことが重なり、河原家側の下流域の農地で沿岸が発生したため、その防止を目的として、川口部には塩止め堰を建設した。 この潮止め関は予算線よりも内陸側、ちょうど河原家側の両岸に河原家川河川敷緑地がある付近に位置する。河原家川が流れる香川県は瀬戸内式気候で日本において降雨が少ない地域である。河原家川の流域での年間降水量は1200ミ、mm、リメートル程度に止まる。降雨は梅雨の時期と台風の時期の集中しているために元から 普段の流量は少ない。河原家側の水は農業用水としても取水されている。万能池導水路を通して万能池にも河原家側の水が供給されている。その上、河原家側の家庭には砂礫が堆積しており、河川水が染み込みやすい。以上のような要因が重なり、しばしば暖流して枯れ川になり、これを、せぎれという。なお、せぎれは、 河原家側の比較的下流部の飯野山付近ですら、発生が見られる。しかし、大雨が降ると、川が現れる。また、地下には伏流水が流れており、付近では地面を掘って伏流水を得るための出水を作り、これも農業用水などとして使ってきた、道路鉄道やや遠いものの、鉄道では、琴平駅付近の土産線が、河原家側の流路に比較的沿っている。 しばしばせぎれを引き起こす、河原家側でも、上流部であれば水生昆虫の青さない、ゲンジボタルなどが見られ、さらに、コウニアンマ、昔、トンボなども見られる。しばしばせぎれを起こす、河原家側では、乾燥した、栄養分の乏しいつぶての河原などに見られるヨモギなど、見られる。ただ、かつては見られたつぶての多い河原に生育する、河原派箱や、 浜うつぼなどが見られなくなった一方で、よもぎに加えて、のいばらやくずなどが侵入してきたなど、植生に変化が起きた。せぎれが起きても、河原家側の地下には伏流水が流れており、川口部には、寄水器が存在する。その川口部には、潮止め関が建設されたものの、狭い寄水器には、浜松菜、浜さじなどの植生が見られ、また、魚類や、 甲殻類や貝類など、河原家川の寄水域には、多種の水生生物が生息している。河原家川の川口近くの丸亀市土器町にある、伝牛尾八幡宮や吉岡神社の秋祭りでは、白小族の宇治子こらがみこしを担いだまま土器川に入る、水浴びみこしと呼ばれる催しが行われる。みこしを大きく揺らしたり、ひっくり返したりすることが有名で、特に、 伝牛尾八幡宮の祭りでは、川の両岸と近くの橋が、見物人で溢れる。なお、原井川公園の少し下流側で、河原家川は、香川用水と立体交差している。土器町まちづくり計画2015、香川県丸亀市。P1、2019年9月7日閲覧。我ら河原家川探検隊。 建設省四国地方建設局香川工事事務所、企画、発行、日本の川中国河原家川、国土交通省水管理、国土保全局、www.mlyt.go.jp2019 年9月7日閲覧、a b 小倉 g 夫、島谷幸弘谷田13編集、図説日本の河川 P162、 P163 朝倉書店2010年1月30日発行 ISBN978 から4から 254180336ABCDEFGH 小倉敏夫、島谷幸宏、谷田13編集、図説日本の河川 P126 朝倉書店2010年1月30日発行 ISBN978 から4から254180336 AB 小倉敏夫島谷幸宏谷田13編集図説日本の河川 P127 朝倉書店2010年1月30日発行は ISBN 978から4から254180336小倉敏夫島谷幸宏谷田13編集図説日本の河川 P126P127 朝倉書店2010年1月30日 発行 ISBN 九百七十八から四から二五四一八ゼロ三三六ありがとうございます。